サラサラももちゃん、サラももちゃん、サラ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 、はい、ももちゃんでございますね。日曜日に日曜日にももちゃんとゆずちゃんは、トリミング行ってきましてね、すごくサラサラヘア、いい匂いになっていきました。はい、今回はですね、またコメントをいただきましてありがとうございます。お答えさせていただきたいと思います。内容はですね、こちら。はい、ということでございますね。だいぶお困りということでございますので、お助けさせていただこうと思います。はい、声の高さということでございますが、そこはあまりまだ関係ないかなと思いますよ。だいぶそんな変わるんだったら話は変わりますけど、そんなにね大きな差はないと思います。ただ言い方はどうですか、語尾をこう切ったりとか伸ばしたりするとだいぶ違ってきますね。コラの場合ですから、例えばコラってこう切るのか、それともコラコラダメそれはコラね、だいぶ違います。はい、この辺はいかがでしょうか。これがね、ちょっとバラバラだよってことであれば直していただければいいんじゃないかなと思います。いや一緒ですよってなると多分声以外がちょっと問題があると思います。はい、じゃあ次どこを見るかといったら姿勢どうですか。姿勢ね、怒っている時ね、背骨曲げて弱々しく言ってたりすると迫力ありません。言っててもね、そんなことより朝晩やってなります。はい、ですのでこうまずは姿勢を伸ばして毅然とした態度で怒りますね。はい、で怒ることに集中して言います。他のことはやらない、ね、ガチャガチャやりながらこう動いたりしない。なんかこう動かこう物をこうやってね、ここリモコンとか携帯とかこう触りながら、ほら、ああ、こら、わわわわってこう言ってもね、全然意味がない。怖くない。なので、なんかやりながら、動きながら叱るというのはやめます。だからもう叱るときは、ベッと取って、もう止まります。静止。ね。静止の状態で、ベッと怒ります。ね。で、マシンガントークをしない。ね。こら、でも言いません、ね、もうでかいの一発です。バズーカトークです。こらってバーンってね、でかいのかわします。はい、ですかね。はい、で次に今度圧をかけます。圧いいですか。圧がないとこうビクッてびっくりするだけで終わりますね。シュンとはなりません。怒られてるっていう感じでシュンっていう感じにはならないので、圧をかけるのが重要です。はい、で背筋伸ばすので、できない方は立ってくださいね。立っては怒ってください。はい、座って怒るのは難しいと思います。できない方はね、まず立って怒ってください。はい、次には最後この、扉とありますね。全部閉めてください、ね、怒るときは逃げ場を与えない。ワンちゃんはですね、なんか嫌だなってことがあるとファーッと逃げます。そこにやだやだ、あっち行く、こっち行く、ここに入れば安全、ここは逃げれる、覚えます、ね、なんか怒られたらあそこにひとまず行けばは回避できるっていうのはね、瞬時に覚えます。はい、ね、ということで、じゃあ実践してみましょうか。やってみましょう。はい、もちゃん、はい、協力してください。まずはですね、そうですが、こういいですか。立ちます。しばらく立ちます。あー、どうしよう、ゆずちゃんの方がいいかな。借りにくいので、ね、ゆずちゃんの方がわかるかな。協力してくださいね。はい、まず圧をかけるんですけど、座っちゃったねまあいいや、両手を、まあ、腰にかけてワンちゃんの前をこう行くだけでだいぶ変わります。ちょっと反応違いますね。わかります。ちょっと待ってよ、こっちの方が分かるよね。はい、よし、こう座って、例えばこうこの距離なら特に普通になってますね。ね、はい、それを例えばちょっとこう
わかります。今ちょっとうーってこうなりましたね。うーってワンちゃん今こううーってこう、もう一回行きましょうか。はい、わかりますよね。首をちょっと、何ね、なんかよ、何ってこういうこういう状態になりましたね。これが圧です。簡単にかけれますね。私は何にも怒ってませんし、変な顔してません、ね、ここにあるだけでだいぶ違います。だからこういきます。ね、でこれじーっと見ているだけでもだいぶ効果がありますよ。ワンちゃんの方をじっと見る。そうすると一生懸命考えます。頭でなんだ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 、これはどういうことなんだって一生懸命考えます、はい、ね、これをやるのは、実際悪いことした、いけないことをした時にすぐにやります。いいですか。そうすると頭考えます。なんでこんなことになってるの、一生懸命考えます。今考えてました。何これ、どういうこと、私何すればいいのってまあゆずちゃんからはそうちょっと協力してもらってますんで悪いこと何もしてないんですけど、すごくちょっと頭フル回転してますけどね、はい、これで圧をかけるだけですね。これね、はい、ちょっとやだやだってなってますね、はい、ね、でここで実際に、バズーカトークと、全部合わせたやつをちょっとじゃあ一括でバーンとやりますけど、いきますか。姿勢正しましたね今ね。わかります。今見と、わからんからちょっと戻してもらえばわかると思うんですけど、姿勢正しました。こう気をつけみたいな、人間で言うと気をつけっていう感じになりましたね今ね。ね、はい、ね、あゆずちゃんありがとう。ね、ね、はい、だいぶ違います。ね、まずできない方は立ってください。いいですかね。立ってください。こう座りながらやったりすると、半減しちゃいます。できない人は分かんなくなっちゃいますからね。やり方ができないってなるとね、ワンちゃんたちには有効じゃないっていう捉え方になるのかな。はい、ですね、まずは立ってやってください。で姿勢も伸ばしてやる。ね、私先ほど決してね、ここまで来ましたけど、こういうふうに無理やりこうこんな風にはやってませんからね。こんな風にジュ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 ってさすがにこういやいやなります。なんだってなりますから、もう寸止めですよね。もうここもうね、はい、いいですかね。だから圧をかけてあげるのと背筋を伸ばす、そしてバズーカトークというわけでございますね。はい、これをまずやっていただくということですね。はい、ということで、ね、はい、ゆうちゃん悪いね。いや、ゆうちゃん何も悪いことしてないけど、はい、まあね、ちょっとありがとうね。はい、最後にですね、注意していただきたいのは、怒り方もちゃんとあるんですけど、それしかやらないっていうのは全く逆効果になります。嫌われます。今度はね、叱るときはちゃんと叱る、ただ遊ぶときはしっかり遊ぶね、それをワンちゃんにも分かっていただかないとね、ついてきませんね。例えばこう一緒に散歩を毎日行ってくれるね、毎日遊んでくれるね、こう遊んでくれたり散歩してくれたりっていうのをちゃんとすると、その人がいないと散歩だとか遊びっていう楽しい思いができないってワンちゃんもさすがに学習しますね。だから好きになります、その人。はい、でその人の言うことをね聞くようになるんですね。はい、聞くようになりますね。時にはじゃあダメな噛んじゃったということで、今やりました叱り方をバッとやっていただければ効果てきめんです。好きな人からいきなりバッと言われますから、ああごめんすいません、何ですか、ごめんなさいってこうなるわけです。ね。こうなるわけです。
ね、もう叱ることしかしないっていう方は全然効き目薄れます。もうなんだよ、もうもう怒るだけじゃねえかこのいつだったら他の人いいね、他の家族がいいなってなるわけですね。だから叱る、もうこれ人間もそうですね。なんかもうぐちぐち言うだけね、全然なんか肝心の時は何にもしない、もう言うだけっていうね、人いますよね、はい、そういう人はもうね、恨みを買うだけですね、全然ついてきません。はい、それはもうどのね、もう友人関係だとか仕事の関係でもね、もうついていきませんので、はい、もうこれはもうワンちゃんにも当てはまりますね。ですんで、日頃からのね、私生活ね、しっかり遊ぶときは遊んで、ね、怒るときは怒るとね、そういうのをやりましょう。でないとついていきません、ワンちゃんは。はい、そこだけね、ちょっと勘違いされないようにお願いします。怒るだけがいいというわけではありません。はい、次回もぜひねご覧になってください。バイバイ。今回の動画が参考になりましたら、ぜひね、高評価をお願いいたします。